自民党の、あの、女性のお偉方がフランス・パリにこの時期に来たんですけど、もうこの時期にいるまともな政治家なんていないんですよ。もうあの、夏のバカンスの時期はみんな方々に散ってるので、なので、まあ、一食ビストロで食おうとすると、日本円だと一人当たりやっぱ1万5000円ぐらいしちゃうので、そうするともう基本金持ちが行くところで、あんまりその庶民が食うような場所ではないよねっていう。学校とかも休みなんで、そのなんか教育とか見たいんだったら学校やってる時に来いよっていう話なんですけどね。そういう意味では、まあ、視察と言えるのかどうかってかなり視察としては微妙だと思うんですけど、はい、ただ別になんかもう、その慰安旅行ですって僕、開き直った方が楽だと思うんですよね。逃避の自腹でみたいなので、もう逃避です、慰安旅行ですっていうので、ありがとうございますって言った方が、よっぽど多分早く終わったと思うんですよね。なので、あの、勉強する気のない人たちが、まあ、そういう取材をするんだろうなっていう気がします。取材というか、まあ、旅行をするんだろうなと思いましたけど。